はい、皆さんこんにちは、マサでーす。ということでね、またやっていきたいんですけども、皆さんはね、どのようなクリスマスをね、お過ごしになったでしょうかね。とにかくね、寒かったですね、ここ最近ね。だけどね、僕はもうクリスマスね、もうちょうど土日だったからね、繁忙期でね、ちょんすごく忙しかって、やっと通常通りの勤務になってね、今はちょっと落ち着いてきてるんですけども、結構ね、クリスマスもね、寒いクリスマスでしたし、まあ皆さんもどう過ごしてたか、まあよくわかりませんけども、まだね、これからもまだよろしくお願いしますって感じで、そしてね、落ち着いたからね、まあ仕事終わってね、帰りにね、まだコンビニとかにね、寄ったらね、っていうかね、この前は、これ、クリスマス前にちょっともう購入してたんですけどね、これ、ドーンって感じでね、この、フラッシュ。フラッシュね、またね、前のプレイボーイに続いてね、まだね、この、吉岡里帆ちゃんがね、表紙だったのでね、買ってきましたって感じでね、やっぱりね、この来年がね、リニューアルじゃんわ、アニバーサリーの年でね、写真集がもう1月の頭から出るということでね、どんどん、押してきてるっていうかね、表紙にどんどん出てくると思うんですけどもね、やっぱり可愛いですよねって感じで、これはね、フラッシュ。これはまあ、吉岡里帆ちゃんが表紙と関東10ページ、バーっと載ってるんですけども。まあ、これもまだね、フラッシュはまだパラパラパラーとまた読んでいって、面白い記事とかあったらまたご紹介していきたいと思うんですけども。これはこれでまあ、よしとして。まあ、こっち側のこうね、これもなかなか可愛い子も載ってるんですけども。まあ、これはこれとよしとして。あれをやってきました。ガチャガチャやってきましたよ。っていうかね、今回狙ってたガチャガチャがね、出たのでね、最近っていうかね、あの、荒くねの、ありますよね。雲のね、女の子のフィギュアみたいな。あれもしようかなと思ったんですけどね、それを僕ちょっと狙ってたのがあったので、やってきました。こちら。ドーンって感じで、二つね、やってきたんですけども、サムネある通りね、このね、イット。映画、イットのね、これね、イットでもね、これね、これ80年代のやつかな？昔の、前作のイットのやつじゃなくて、前のやつのね、イットのガチャガチャなんですよね。これが出たんですよね。ペニーワイズのね、全4種なんですけどもね、前のやつはね、前のやつどうやったかな？ちょっと待ってくださいね。前のやつはね、これね、新しいペニーワイズのね、これ3つ持ってるんですけども、まあこれはね、前回出てね、これを狙って出たんですけども、全身パターンのね、このペニーワイズのね、これはいい出来だったんですけども、今回ね、今回のラインナップ見たらね、ちょっとね、全4種でね、これ全身のやつが1個と、これ、ヘッドパーツみたいなやつが3つなんですよね、これ。このちょっとね、アソートがね、ちょっと、きついなぁと思ってね。やっぱり全身のやつが欲しいからね、やっぱり半々ぐらいにしてほしいなぁって感じで、頭パーツばっかりやからね、それでやっぱりこれが欲しいなぁと回してきたんですけどね、まあね、これはいつも通りのね、アンケートにこうたお答えくださいって感じのね、感じで。いつも通りの感じなんですけど、タカラトミーから出てるね、まあ、1回400円になっておりまーすって感じで、全4種のね、イット。これね、画像から見たら結構ね、出来良さそうに見えたんですけど、回してきました。とりあえず1回目回して出たのが、こちら、青のやつが出たんですね。青のカプセルはこちら。ちょっと、どうでしょうかね。ちょっと僕としたらちょっとね、出来がちょっとなんかちょっと違うなーって感じがするんですけども、皆さんはどう思いますかね。ちょっとこれはね、ちょっと
ちょっとなんかこう、ふざけてなんか考えてるようなペニーワイズなんですけども、まあ、ちょっと不気味って、不気味なんですけども、ちょっと違うかなーって感じの、顔がちょっと長すぎるんかな、もうちょっと、ちょっと違うような感じするんですけども、これが1回目出ました。ああ、やっぱりなー、全身のやつは出やへんなーと思ってね、だけどね、一回400円やしね、なんかまあもう一回だけしようと思って、もう一回だけ回してみました。そしたら黄色のやつが出ました。黄色のやつはね、黄色のやつはこれ。こんな、これもどうでしょうかね、顔の出来。僕としたらなんかちょっと違うなと感じはするんですけども、やっぱり、どっちかと言ったらね、全身のやつが出てほしかったですよね。顔もね、よく似てるんですよね。こっちとこっちね。だからね、顔の表情も似てるしね。で、これはなんかパーツがね、ここにあってね。これをここにこう、はめたら、この、引っ掛けられるって感じの、あの、机とかね、壁みたいなとこ、壁っていうかね、こういう、まあ、コップのふてこさんみたいに掛けられるのかな、これ。こういうのが出ました。まあ、これはこれでよしとして、これはちょっと硬いんですよね、だけど。まあこれはね、まあ普通に飾ってもよろしいんですよけども。ラインナップがね、この4つのうち3つが頭、ヘッドパーツ、1つがこの全身パターンのやつですからね。ちょっと厳しかったですね。まあ、出るまでやろうかなと思ったんですけどね。この割合がちょっとわからなかったんですよね。これ入ってる割合が。多分これね、多分少ないと思うんですよね。この全身のパターンのやつ。まあ、だけどまあ、ちょっと出来がね、ちょっともう一つかな。前のやつはね、すごく出来良かったんですよ。ペニーワイズ。この、最新版のやつとかね、この顔ね。だからね、まあ、昔のやつと今のやつと比べたらね、ちょっとどうかなーって感じなんですけども、まあ違う不気味さはありますけどもね、まあやる機会があったらね、まあまたやっていきたいと思うんですけども、ね、また、アラクネもね、白と黒のバージョンがあるからね、あれもね、回してね、背中のパーツだけだったらね、悲しいからね。やっぱり、素体が出て、背中に作るやつが出てほしいですからね。あれもちょっとね、ま、ガチャガチャね。まあ、だからあんまり見かけないんですよね、あれ。だけど、こっち側で。また見かけたマスカするかもしれませんけどもね。ということでね、今回はね、この、ペニーワイズのね、ガチャガチャをしてきたよーというね、動画でしたーって感じでね。よいしょ。それでは皆さん、今回はこの辺でお別れしたいと思います。っていうかね、まあ、よかったら皆さん回したらどうでしょうかって感じでね。それでは皆さん、また次の動画でまたお会いしましょう。それでは、さようなら。マッサでした。まったね。じゃあね。バイバーイ。